石窯で焼いた熱々のピザや濃厚なチーズが絡まるパスタ名古屋発のイタリアン専門店としてすっかりおなじみのピッツェリア・マリノなんですが実は新たにえそのジャンルと驚く専門店をオープンさせたんですイタリアンとはかけ離れたそのグルメとはちょっっと変わったようなおにぎり もうん、おにぎりを6つ買いますた、ね、熱々の石窯ピッツァと濃厚な自家製生パスタが自慢東海地方を中心に22店舗を展開するピッツリアマリノが今年6月イオンモール長久手にオープンさせたこちらのお店イタリアンではなくなんとおにぎりの専門店なんです メインは焼きおにぎりとのことですがこちちらがが私た販売しているご焼きですなんだかスタンダードな焼きおにぎりとは違う見た目中がこちら上に具が乗っかっていてご飯の間にも別の具がサンドされています 焼きおむすびの上に具材を見えるように並べることによって一皿でごちそう感を演出したおむすびになります羽釜で炊いたこだわりのごはんと備長炭で炙ったおかずが一つになったその名もごちそう焼き結び作り方も独特ご飯の上に特製のタレをつけ表面を焼いたら具材をのせて握る。 のではなくサンド上にも別の具材を乗せて完成ですこちらはエビが3つものったれエビす。他にも定番のツナマヨや梅のおにぎりなど常時20種類以上のラインナップが揃っているんですが。 これぞイタリアンの店が手がけるメニューというのがこちらおにぎりの上に乗っているこの白いもの分かりますかななんかカマンベーーールチーズチーズズってますチーズが好きなのでそうチーズしかも本格的なチーズが使われているんです 卵焼きとたらこマヨネーズをサンドし炙りたらことカマンベールをのせたメニューや卵焼きをサンドし上にスパムとスライスチーズをのせた炙りチーズポーク卵など和と洋が,がでもなぜイタリアン一筋だったマリノがおにぎり専門店を 30年以上です、ね、イタリアンをやってきてやっぱり日本人の主食であるお米を使った料理というものをやりたくてその中でも特にあのおにぎりっていうものがなじみが深いものだと思ってそこに挑戦いたたししましたテイクアウトがメインですが店内にはイートインのスペースもミンチョウタンで焼いた自家製の炙りサバ味噌と具だくさんの豚汁がついたつけだれ炙り魚定食などがいただけます。